というわけで今日こちらに行っています。ちっちゃな商店街にある中華料理屋さん、どんな感じなんでしょう。行ってみましょう。結構出るのってやっぱこのあれですか、スタミナラーメン、焼き飯とか、うん、で、あと、まあ、餃子とか、うん、ちょうどいい柔らかさ。あ、うまっ、おいしいです。というわけでごちそうさまでした。ここまだの隣のお店でやってたりするみたいですね。スナック、あ、ちっちゃなね、商店街にある中華料理屋さん、50年近くねやってるお店なんですけど、もう懐かしのね、あの中華料理いうことで、スタミナラーメン、これもやっぱりこのけど、非常にあのスタミナというかニンニクがね入ってまして、あのまあ、ドロッとしたねあん、これもなんか良かったですね。がっつり食べたい方っていうのはいいかなと思います。で、餃子もね、もう本当に昔ながらの感じでニラが入ってて、ボリュームのある餃子で、なんか今回特別に酢豚いただいたんですけど、これもなんか昔ながらの中華というかクローズですかね。またこれも夏バテ防止にいいのかなと思います。興味ある方ぜひ行ってみてください。駐車場もね、あのここです、ここにあるので、まあ、ちょっとね狭いですけど、ね、昔は多分この辺いっぱいお店があったかなっていうような
雰囲気のある場所でございました。多分これは裏手の駐車場だったんですけど、表にも止められるスポットここあるんで、まあ、ちょっとね中 入ってるんで分かりにくいですけど、ナビで来てみてください。